共同通信によりますと、アメリカを訪問していた安倍総理大臣は28日、ハワイの真珠湾訪問や日米首脳会談を終え、政府専用機で羽田空港に帰国しました。はい、もうそこでいいです。はい、で、これ、真珠湾で、昨年末ですね、はいはい、安倍総理が非常に世界の、ね、印象に残る異例の旅をなさったというのは皆さんご存知の通りなんですが、この番組で、こういう言い方よくないけど一番正直に言ってるから僕、まあ、他でもありのままにやってますけどね、はい、ここはやっぱり一平ちゃんの目に乗せられ、何よりも皆さんの手のひらの上で僕は今そうしましょうか。その方が景気がよろしくて。いや だからやっぱり人間一気に感じるんで、実は僕は特にそういう性格なんで、本当は。だけに一気に感じて、いろいろどんどん踏み込んで話しちゃってるんですけど、この真珠湾訪問の前に、安倍総理に直接、もう言っていいと思うけど、まあ、お会いしました。あるところでお会いをして、僕の本を、こういうことを普段しないですけど差し上げて、逆転ガイドです、ね、はい、はい、一平さん読書だから本当に本当に隅々まで読んでくれる人ですね、読んだふりじゃなくてね。でそこに載ってる写真をまず安倍総理にお見せしたら、はい、わっって言って、一平時代の写真に見入られたんですよ。それが白いスカーフの、私たちの75年前の先輩、ね、今年言った76年前か、まあ、ほぼ75年前ですね、去年の12月ですから、真珠湾訪問はね、その時の先輩の戦闘機乗りの写真がこういっぱいになってるんですけど、それは実は、殺された、攻撃されたアメリカ軍とアメリカ政府の側が尊敬を込めて再現して、お互い対等に、いわば真正面からフェアに戦ったじゃないかという、こう再現してますと、で、安倍総理はそれ初めてご覧になったようで。結構びっくりなさって、でだから外務省が用意しているスケジュールだけだと、実は謝罪って一言も言ってないのに謝罪の旅になるような仕掛けになってますと、で僕は今国会議員になってるんで、民間人時代に安倍総理に申し上げたのと違って自分でも、ね、いや本当は民間人時代も外務省にずっとアプローチしてきましたけど、今度はもっと責任ある立場として、この総理に会った後は外務省の幹部と会いますと、すで、ね、に約束もできてますと、その時にお話しますと、ね、その外務省の前では外務省の都合のいいことを言うんじゃなくて同じ話をしますと、何かというと謝罪の旅になってはいけないというのは安倍総理もその場でもおっしゃいました、謝罪にはしないと、それはそうです、戦争犯罪の広島長崎とね、そして国際法にのっとった当時の国際をのっとって完全に合法な真珠湾攻撃と全く別物ですから、でそのことは総理は本当にさすがによくお分かりで、でもそれをこう実行しなきゃいけないんで、こうやってアメリカ政府が自身ね、アメリカ政府自身が作ってる、そして今も運営してるこういうところに行ってくださいってお話をしましたね。でそしてその僕はそれでもうとにかく総理とは時間を10秒でも20秒でも僕削りたいんで、他の方に会っていただきたいですから、で すぐ僕は退いて、でその後官邸の人から反応があって、総理はすぐにずっと一生懸命全部隅々まで読まれたよ、そして、まあ、年明け正直に言うと外務省に直接指示もなさってここに行くんだと、ね、それで 僕もその後議員会館で、外務省の首脳陣と首脳と会いまして、そうするとやっぱ彼らはそういうことは情報早くて、もう総理にもおっしゃってきたんですね、てん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 、ふむふむ、ああそうですかという感じで、プラスこれ信じてほしいんですけど、外務省の中にも僕いつも言ってる通り、どこにも日本は良心派がいるんで、私もそう思いますと言った人がいます、首脳陣の中で、で実は私も青山さんの本で知りましたと、この人はアメリカンスクールって言って、国民の税金でアメリカの、まあ、ハーバードその他、ね、大学特定するのよくないから、でもそういうところ行って勉強した北米問題のアメリカ問題の専門家、超専門家と言ってもいい、その人がだハワイは何度か行ってるけれども、全く気がつかなかったと、気づかなかった、はい、それで本読んで私なりに調べましたと、そう全くその通りで何の誇張もないと、で私自身も今回行くべきだと、行かれるべきだと思ってたんで、青山さんに言われたから総理に指示されるからじゃなくて、私も外務省の中で提案しますと言われてですね、それ実現したわけですよ、ね、
で実現してその後僕の予感通りでメディアは黙殺ですよね。うん、それがかろうじて書いたのは朝日新聞ですよ。あ、ね、で産経新聞その他、うん、あっていうか特に、まあ、保守を標榜している新聞はもう本当に意図的に避けてるとしか思えないんですよ。あ、ね、で朝日新聞はそこに言及をして、ただし僕と視点はもちろんやや違うけど、でも基本的にはきちんと書いたのは実は朝日一紙だったんですよ。で、これはね、一つには僕自身も含めて私たちは物事を思い込み先入観では絶対見ちゃいけないと、小さな変化とか大きな組織の朝日だったら抵抗派もいれば、抵抗しなかった社長になれた人で抵抗したからテレビ局に行った人と僕は会った話もしたじゃないですか。しましたよね。慰安婦問題で慰安婦報道で抵抗したんでしょって、抵抗するに決まってんじゃんあやちゃんって言ってて、ね、そういう人もいるわけですよ。それと独立講演会に朝日新聞の記者が来たりするのが要するにスパイだと思う人もいるらしいけど、でもこの人は講演会終わったから初めて会って、僕顔見てすぐ分かったのは官邸や自民党で一緒だった人ですよ。でその時から青山さんの主張は関心があったんで、で自分たちの新聞は何を間違ってるのかと、なんでその朝日が認めない、全く認められない主張の人がそのほとんど選挙運動なしに48万票以上も取るのか、それを自分で確かめに来たと言われたんですよ。で、あの記事はね、この真珠湾での安倍総理が日本を褒めたたえているアメリカ政府の施設に行かれたことを取り上げた記事っていうのは、あれも、まあ、元記者として読むと分かるのは、記者が最初に書いた記事がまずデスクと論争になった、その前に外務省キャップとね、キャップ自身書いたんじゃないと思うんだけど、激しいバトルがあったって形跡が残ってて、でそれをなんとかくぐり抜けて間骨脱退じゃなくて、書いてあるけど違うことになってるんじゃなくて、なんとか元の姿をいくらか残した記事なんですよ。でこれはね、やっぱ公平に見るべきだと思いますよ、ね、僕たちがやるべきことは敵を増やすんじゃなくて、そんなのに青山は今 NHK の悪口を言い、共同通信の悪口を言いと思うでしょ。でも NHK の中にも共同通信の中にも、敵味方じゃなくて、正しいものは正しいと言った方がいいんじゃないかって人が本当にいるんですよ。それが日本なんで、それがジパング黄金の国なんですよ。それが日本の宝物なんで、だから敵を増やすんじゃなくて、味方を増やすんでもなくて、一致点を見出すと、ね、実はこれはそういうニュースなんですね。分断するってなくということですよね。はい、はい、ふむふむ、ああそうですかという感じで、プラス、これ信じてほしいんですけど、外務省の中にも僕いつも言ってる通り、どこにも日本は良心派がいるんで、私もそう思いますと言った人がいます、はい、首脳陣の中で、はい、で実は私も青山さんの本で知りましたと。この人はアメリカンスクールって言って、国民の税金でアメリカの、まあ、ハーバードその他、はいね、大学特定するのよくないから、でもそういうところ行って勉強した北米問題のアメリカ問題の専門家、超専門家と言ってもいい、はい、その人がだハワイは何度か行ってるけれども、全く気がつかなかったと。気づかなかった、はい、それで本読んで私なりに調べましたと、そう全くその通りで何の誇張もないと、で私自身も今回行くべきだと、行かれるべきだと思ってたんで、青山さんに言われたから総理に支持されるからじゃなくて、私も外務省の中で提案しますと言われてですね、それ実現したわけですよ、はいね、で実現してその後僕の予感通りでメディアは黙殺ですよね。それがかろうじて書いたのは朝日新聞ですよ。あ、ね、で産経新聞その他、謝罪の旅になってはいけないっていうのは安倍総理もその場でもおっしゃいました、ね、謝罪にはしないと、ね、それはそうです、戦争犯罪の広島長崎とね、はい、そして国際法にのっとった当時の国際をのっとって完全に合法な真珠湾攻撃と全く別物ですから、はい、でそのことは総理は本当にさすがによくお分かりで、でもそれをこう実行しなきゃいけないんで、こうやってアメリカ政府が自身、ね、アメリカ政府自身が作ってる、そして今も運営してるこういうところに行ってくださいっていう話をしましたね。でそしてその僕はそれでもうとにかく総理とは時間を10秒でも20秒でも僕削りたいんで、他の方に会っていただきたいですから、で すぐ僕は退いて、でその後官邸の人から反応があって、
総理はすぐに、ずっと一生懸命全部隅々まで読まれたよ、あ、そして、まあ、年明け正直に言うと外務省に直接指示もなさってここに行くんだと、ね、で 僕もその後、議員会館で、はい、外務省の首脳陣と首脳と会いまして、そうするとやっぱ彼らはそういうことは情報早くて、もう総理にもおっしゃってきたんですね、てん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 。共同通信によりますと、アメリカを訪問していた安倍総理大臣は28日、ハワイの真珠湾訪問や日米首脳会談を終え、政府専用機で羽田空港に帰国しました。はい、もうそこでいいです、はい、で、これ、真珠湾で、昨年末ですね、はいはい、安倍総理が非常に世界の、ね、印象に残る異例の旅をなさったというのは皆さんご存知の通りなんですが、この番組で、こういう方よくないけど一番正直に言ってるから僕、まあ、他でもありのままにやってますけどね、はい、ここはやっぱり一平ちゃんの目に乗せられ、何よりも皆さんの手のひらの上で僕は今そうしましょうか、そう、はい、景気がよろしくて、いや だからやっぱり人間一気に感じるんで、実は僕は特にそういう性格なんで、本当は、はいはい、一気に感じていろいろどんどん踏み込んで話しちゃってるんですけど、この真珠湾訪問の前に安倍総理に直接、はい、もう言っていいと思うけど、まあ、お会いしまして、あるところでお会いをして、僕の本をこういうことを普段しないですけど差し上げて、逆転ガイドです、ね、はい、はい、一平さん読書だから本当に本当に隅々まで読んでくれる人ですね、読んだふりじゃなくてね、でそこに載ってるっていうか、特に、まあ、保守を標榜している新聞はもう本当に意図的に避けてるとしか思えないんですよ、はあ、ね、で朝日新聞はそこに言及をして、ただし僕と視点はもちろんやや違うけど、でも基本的にはきちんと書いたのは実は朝日一紙だったんですよ。で、これはね、一つには僕自身も含めて私たちは物事を思い込み先入観では絶対見ちゃいけないと、小さな変化とか大きな組織の朝日だったら抵抗派もいれば、抵抗しなかった社長になれた人で抵抗したからテレビ局に行った人と僕は会った話もしたじゃないですか、しましたよね、慰安婦問題で、慰安婦報道で抵抗したんでしょうって言って、抵抗するに決まってんじゃん、あやちゃんって言ってて、ね、そういう人もいるわけですよ、それと、独立講演会に朝日新聞の記者が来たりするのが、要するにスパイだと思う人もいるらしいけど、でもこの人は、講演会終わったから初めて会って、僕、顔を見てすぐ分かったのは、官邸や自民党で一緒だった人ですよ。で、その時から、あやまさんの主張は関心があったんで、で自分たちの新聞は何を間違ってるのかと、なんでその朝日が認めない、全く認められない主張の人がそのほとんどの写真をまず安倍総理にお見せしたら、はい、わっって言って、1ページ台の写真に見入られたんですよ、はい、それがこの白いスカーフの、はい、私たちの75年前の先輩、ね、今年で言うと76年前か、はい、まあ、ほぼ75年前ですね、去年の12月ですから、新庄法人はね、その時の先輩の戦闘機乗りの写真がこういっぱいになってるんですけど、それは実は殺された、はい、攻撃されたアメリカ軍とアメリカ政府の側が、尊敬を込めて再現してお互い対等に、いわば真正面からフェアに戦ったじゃないかという、こう再現してますと、はい、で安倍総理はそれ初めてご覧になったようで、結構びっくりなさって、でだから外務省が用意してるスケジュールだけだと、実は謝罪って一言も言ってないのに謝罪の旅になるような仕掛けになってますと、で僕は今国会議員になってるんで民間人時代に安倍総理に申し上げたのと違って、自分でも、ね、いや本当は民間人時代も外務省にずっとアプローチしてきましたけど、今度はもっと責任ある立場として、この総理に会った後は外務省の幹部と会いますと、すでに約束もできてますと、その時にお話しますと、ね、その外務省の前では外務省の都合のいいことを言うんじゃなくて同じ話をしますと、何かというと、この総理に会った後は外務省の幹部と会いますと、すでに約束もできてますと、その時にお話しますと、ね、その外務省の前では外務省の都合のいいことを言うんじゃなくて同じ話をしますと、何かというと謝罪の旅になってはいけないというのは安倍総理もその場でもおっしゃいました、謝罪にはしないと、ね、それはそうです、戦争犯罪の広島長崎とね、そして国際法にのっとった、当時の国際法にのっとって完全に合法な真珠湾攻撃と全く別物ですから、でそのことは総理は本当にさすがによくお分かりで、でもそれをこう実行しなきゃいけないんで、こうやってアメリカ政府が自身
うん、ね、アメリカ政府自身が、うん、作ってる、そして今も運営してるこういうところに行ってくださいっていうお話をしましたね。でそしてその僕はそれでもうとにかく総理とは時間を、ね、10秒でも20秒でも僕削りたいんで、うん、他の方に会っていただきたいですから、で すぐ僕は退いて、でその後官邸の人から反応があって、ね、総理はすぐに、うん、ずっと一生懸命全部隅々まで読まれたよ、あ、そして、まあ、年明け正直に言うと外務省に直接指示もなさって、本当に隅々まで読んでくれる人ですね、読んだふりじゃなくてね。でそこに載ってる写真をまず安倍総理にお見せしたら、ね、わっって言って、ね、1ページ台の写真に見入られたんですよ。それが、この白いスカーフの、私たちの75年前の先輩、ね、今年言うと76年前か、まあ、ほぼ75年前ですね、去年の12月ですから、新庄法人はね、その時の先輩の千鳥のりの写真がこういっぱいになってるんですけど、それは実は、殺された、攻撃されたアメリカ軍とアメリカ政府の側が尊敬を込めて再現して、お互い対等に、いわば真正面からフェアに戦ったじゃないかという、こう再現してますと、で安倍総理はそれ初めてご覧になったようで、結構びっくりなさって、でだから外務省が用意しているスケジュールだけだと、実は謝罪って一言も言ってないのに謝罪の旅になるような仕掛けになってますと、で僕は今国会議員になってるんで、民間人時代に安倍総理に申し上げたのと違って自分でも、ね、いや本当は民間人時代も外務省にずっとアプローチしてきましたけど、今度はもっと責任ある立場としてでここに行くんだと、ね、それで 僕もその後、議員会館で、はい、外務省の首脳陣と首脳と会いまして、そうするとやっぱ彼らはそういうことは情報早くて、もう総理にもおっしゃってきたんですね、点々点々点点ふむふむ、ああそうですかという感じで、プラスこれ信じてほしいんですけど、外務省の中にも僕いつも言ってる通り、どこにも日本は良心派がいるんで、私もそう思いますと言った人がいます、はい、首脳陣の中で、で実は私も青山さんの本で知りましたと、この人はアメリカンスクールって言って、国民の税金でアメリカの、まあ、ハーバードその他、ね、はい、大学特定するのよくないから、でもそういうところ行って勉強した北米問題のアメリカ問題の専門家、超専門家と言ってもいい、その人がだハワイは何度か行ってるけれども、全く気がつかなかったと、気づかなかった、はい、それで本読んで私なりに調べましたと、そう全くその通りで何の誇張もないと、で私自身も今回行くべきだと、行かれるべきだと思って、共同通信によりますと、アメリカを訪問していた安倍総理大臣は28日、ハワイの真珠湾訪問や日米首脳会談を終え、政府専用機で羽田空港に帰国しました。はい、もうそこでいいです、はい、でこれ、真珠湾で、昨年末ですね、はいはい、安倍総理が非常に世界の、ね、印象に残る異例の旅をなさったというのは皆さんご存知の通りなんですが、この番組で、こういう言い方よくないけど一番正直に言ってるから僕、まあ、他でもありのままにやってますけどね、はい、ここはやっぱり一平ちゃんの目に乗せられ、何よりも皆さんに、皆さんの手のひらの上で僕は今そうしましょうか、その方が景気がよろしくて、いや だからやっぱり人間一気に感じるんで、実は僕は特にそういう性格なんで、本当は、はい、一気に感じていろいろどんどん踏み込んで話しちゃってるんですけど、この真珠湾訪問の前に安倍総理に直接、はい、もう言っていいと思うけど、まあ、お会いしました、あるところでお会いをして、僕の本をこういうことを普段しないですけど差し上げて、逆転ガイドです、ね、はい、はい、一平さんの読書だから本当に言ったんで、青山さんに言われたから総理に支持されるからじゃなくて、私も外務省の中で提案しますと言われてですね、それ実現したわけですよ、はいね、はい、で実現してその後僕の予感通りでメディアは黙殺ですよね、それがかろうじて書いたのは朝日新聞ですよ、あ、ね、で産経新聞その他、というか特に、まあ、保守を標榜している新聞はもう本当に意図的に避けてるとしか思えないんですよ、あ、ね、で朝日新聞はそこに言及をして、ただし僕としてはもちろんやや違うけど、でも基本的にはきちんと書いたのは実は朝日一紙だったんですよ、で
これはね、一つには僕自身も含めて、はい、私たちは物事を思い込み先入観では絶対見ちゃいけないと、小さな変化とか、大きな組織の朝日だったら抵抗派もいれば、抵抗しなかった社長になれた人で、抵抗したからテレビ局に行った人と僕は会った話もしたじゃないですか。しましたよね。慰安婦問題で、慰安婦報道で抵抗したんでしょうって、抵抗するに決まってんじゃん、あやめちゃんって言ってて、ね。